はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト11、続きやっていきたいと思います。今回ですね、このね、デルカダール公国ですね。ここの上のね、城に入ろうと思います。ここに来たんですけどね、パート4までかかると思いませんでしたね。行っちゃいましょう。待て、止まれ。旅の者よ、一体何の用だ？カズボウは自分が勇者であり、王に会いに来たことを話した。ははは、ふざけたことを言うな。お前が勇者であるはずがなかろう。さあ、とっとと帰れ。俺たちは忙しいんだ。何？その首飾りを王に見せたいと申すか？わかった。待っておれ。先ほどは大変失礼いたしました。国王がお待ちですので、どうぞお入りください。もういきなり態度変わったね。行きます。お城編ですね。こんにちは、旅の方よ。もう城下町などは見て回られましたか？デルカダールはいいところでしょ？とりあえず吹き出し、まあ全部話してもいいんだけど、赤い人だ。デルカダール王がお待ちです。玉座の前は、こちらの階段を上がり、まっすぐお進みください。お進みましょう。あされないのかな？申し訳ありません。この先は立ち入りはご遠慮ください。入れないかね。まあ、ここ入れるか行けるとこだけ行ってみようか。あら、あなたが噂の勇者様？まあ嬉しい勇者様にお会いできるなんて光栄ですわ。なんか、どうなんだろうね。お、革の帽子。これは私が生まれる前からずっとここにある木でな。手入れをしなくても美しい姿を保つのじゃ。あ、革の帽子何気に今取ったけど。上がるね。アクセサリーは？あ、これね。エマのお守りしかないんだね。何気にね、この井戸も逃さないようにしたいけど何もない。よし、行こう。もう行っちゃおう。先に王様に会ってからでもいいかな。せめて右と左だけ見ようか。結構こういうとこね、ドラケって小さなメダルあったりとかするんだけどね。あ、何もないね。よし、行こう。あ、そう、宝箱が。旅の者よ、ようこそデルカダール城へ。ユグノアの首飾りか。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの王である。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。ようやく会うことができ嬉しく思うぞ。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざがあるはず。うむ、そのあざこそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ、喜べ。今日は記念すべき日。ついに伝説の勇者が現れたのじゃ。時に勇者よ。そなたはどこから来たのだ？そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。教えてくれぬか？カズボウは石の村で育ったことをデルカダール王に伝えた。なるほどな。石という村か。ホメロス、鹿と聞いたな。はい、鹿と聞きました。あのような渓谷地帯にそんな村があったとは。ホメロスよ、わかってるな。あとは任せたぞ。
まさか一人で乗り込んでくるとはな。何を企んでいるかしらんが、貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。グレグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。どういうことだ。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者。勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者。勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。我が王はあのように聡明なお方、勇者が何者であるか分かっておったのだ。お前には不運であったな。よし、この者を捕らえよ。これがグレイグなんだね。なんかすごい形相だったけど、どういうことなんだろう。石の村か。お前の言ったことが真実か、3日もすればわかるだろう。3日もすれば探索に出たホメロスが戻ってくる。災いを呼ぶ悪魔のことよ。悪魔の子よ、お前の命もそれまでと思うがいいだろう。なんとまあ、新しい称号、囚われぬ勇者。使命を果たすためにデルカダール城に向かったが、王に囚われた勇者に送られる称号と。動けるんだね。一応セーブもできる。おい、何してんだ。落ち着きな。ジタバタしてもどうにもならんぜ。隣の廊下、まあ、一応記録できたけどね。城自由に回っといた方が良かったんかな。じゃあやれやれ、想像しいな。うるさい奴が来たもんだ。牢屋に入れられたぐらいでおろおろビクビクしやがって、しけた野郎だな。ところでお前、何をやらかした。ここは牢の最下層だ。よほどのことをやらないとここまでは入れられねえ。ん、なんだって。自分は何もしてない、ただ勇者と名乗っただけだと。マジか。こいつは驚いた。まさか勇者様が同じ牢だと。お待ちかねの食事の時間だ。取りに来い。俺の前に勇者が現れるとはな。すべてはあの予言の通りだったってわけか。来な。おお、ここからどうつながっていくんだろう。ちょっと待ってろ。貴様は、ぐわ。殺してはいない。ただしばらく起きないだろうな。この先、手ぶらじゃ危険だからな。こいつを装備するんだ。カズボは剣を受け取った。
それからこれ、お前の荷物じゃないか？向こうの部屋に置いてあったからついでに取り返しておいたぜ。ありがとう。俺も愛用の探検を取り返すことができた。こいつがあれば100人力だぜ。さて、他の兵士が来る前に逃げるとするか。準備ができたら声をかけてくれ。準備ができたら、準備というのは装備したり、ね、探索したりって話だよね。装備。剣をもらったって何の剣もらったの？いや、特に変わってないか。火炎斬り覚えるまで、とりあえず両手剣装備しようか。ね。よし、これでいこう。気を失っているようだ。何もないんかな。おいおい、捕まりたいのか。上は兵士が大勢いるから無理だ。バカな真似はよしてくれ。まあ、いけないんだね。よし。じゃあ準備ができた。ずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が来るとはな。どうやらあの予言通り、俺はカズボウ、お前を助ける運命にあるらしいな。今は詳しく話してる時間はねえ。さあ、お前から先に行きな。じゃあ行かせていただきましょうか。はい、謎の青年が掘った穴だと。水路か。どこかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて先に行ってくれ。背後は任せて。どっちだ。あ、何もない。まあ、2D マップでも何もないってことは宝とかね。お、これ見えるからね、いいよね。鍵がかかってる。あ、これは薬草。どっかから入れんのかな。誰かが鍵持ってたりとかね。ってことはここもダメか。とりあえず謎の青年はパーティーに入るのか。これは兵士が巡回をしているようだな。無駄な争いは避けたいところだ。見つからないように慎重に進もうぜ。よし、行こうか。慎重に進もうぜ。この兵士はずっとこっちを向いているのかい。あはダメ、やっぱり。お、デルカダール兵。あー、重装兵とか大丈夫かな。メラ真ん中から行った方が良かったかな。おー、食らうな。お、え、まずい。あ、よかったよかった。おー、強い強い強い。真ん中メラまずいね、これね。いきなりの強敵だね、これね。よし、倒した。勝手に戦ってくれるからいいけど。よし。次見つかったらちょっとまずいね。よしよし。これはダメなパターンだろ。これいけんのか。あ、いけるんだ一応ね。ち、囲まれたか。おいおい、マジか。
逆にラッキーかもしれない。うわあ。無事か？おかげで兵士たちを振り切れたな。この先から出られるかもしれねえ。先へ進もうぜ。お、セーブ場所がありますね。危ないね、これね。聖水。おお。なんか敵とかもいそうだけど、どうなんだろう。はい。とりあえずね、まあ、お城に入りまして、まあ、この謎のね、青年に会ったところで、まあね、一個だけ、まあ、イベント進んだのでね、まあ、どうなるんでしょうかね、これね。まあ、勇者がなんか悪者みたいな話になってますけどね。まあ、この先進んだらまたね、なんか違うイベントとか入って、まあね、なんかね、いっぱいイベント進んじゃいそうなので、まあ、じっくり行きましょう。ということでね、今回これ終わりたいと思います。またね、次回ね、すぐあげると思います。で、ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。